本日は第23回定期演奏会にお越しくださいまして誠にありがとうございます。こんなにたくさんの方に来ていただいたのは本当初めてで、もう我々顧問も、部員もとても感動しております。はい。まあ、その際ですね、ちょっとだいぶ並んでいただいてすみませんでした。列もちょっと複雑になってしまいまして、いくつかご指摘も受けましたけども、今後のですね、課題というかさせていただきたいというふうに思います。で、第2部なんですけれども、卒業生のステージということで、それと白いグレーが来ているのは、まあ、基本的に3年生なんですけれども、3年生という言い方は実は厳密に違いまして、この3月に卒業した学年でございます。ですから、まあ、大学1年生、専門学校1年生といった学年なんですけれども、まあ、今日こうやって喋るときにややこしいので、全部元の学年で、言わせていただきます。3年生ですね、白ブレザーという子たちなんですけれども、あと、それ以外の人は卒業生ということで、私、こちら、女子学園に着任しましてですね、丸10年が過ぎましたけれども、それ以前、私が上昇学園に来る前の吹奏楽部の方もたくさん、いらっしゃってですね、なかなか、ね、顧問が変わったらちょっと顔出しにくいなみたいになるんですけど、吹奏楽部はあるあるなんですけれども、それでもですね、こんだけたくさんの、方が集まっていただいて本当に嬉しいなというふうに思っております。はい。では、曲の方に行きたいと思います。1曲目はですね、まあ、スカイブルードリームという軽快な行進曲です。数年前の吹奏楽コンクールの課題曲なんですけれども、まあ、そういった堅苦しいことを置いといて、とりあえず軽快なマーチをお聴きください。Thank you.
ど、まあ、もちろんね、仕事があったりとか、まあ、主婦の方であったりとか、ね、家庭の都合いろいろ大変な中、大学生も、ね、いますけれども、なかなかそうはないんですけども、まあ、そんな中でもこうね、なんとかスケジュールを合わせて来てくれるっていうのは本当に嬉しいなと思っております。上昇学園ですね、四位一体という言葉がありまして、三位一体という言葉がありますけれども、生徒、教員、保護者、それに卒業生も交えて、まあ、盛り上げていこうじゃないかという理念がございまして、まさにそれが、ここに実現しているのではないかなというふうに思っております。はい、では次2曲目いきますけれども、カーペンターズ・フォーエバーといいまして、カーペンターズというですね、あの2人組のグループがあるんですけれども、その、曲からですね、名曲を数曲メドレーでお送りしたいというふうに思います。それではお聴きください。カーペンターズ・フォーエバーです。Thank you.
はい、すみません、ありがとうございました。次がですね、このステージ最後のことになりますけれども、やはり、いろいろとね、世の中大変なことが、いろいろありますけれども、これを聞いたら平和になるかなという、なんかこう、ほっとするというか、感じだと思うんですね。昨年ぐらいから再ブレイクになりました、マツケンサンバになります。とても、現役生も演奏したことがあるんですけども、なんかね、こう心が豊かになるというか、楽しくなる、ウキウキするというか、曲なんですね。不思議と音も生き生きするし、で、作曲されたのが宮川明さんという方で、夕方クイーンという方なんですけれども、編曲って吹奏楽用にアレンジされたのも作曲家の宮川さんなんですね。ですから本当に元の、味を崩さずに、吹奏楽でも演奏できるというふうになってますから、多分皆さんもテレビで流れてくるやつもうそのままやと思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなというふうに思います。それでは、このステージの最後の曲